はい、それでは説明していきたいと思います。なんで歌手本人が自分の歌を歌って点数が低いの？持ち歌なんだから本人が歌えば100点なんじゃないの？というご質問をよくいただきます。時にはご本人様からも。採点は聞き心地や本人らしさを検知するものではなく、求められていることができるか否かを評価されるテストなので、どんな点数にもその点数になっている理由があります。相手は機械なので、故障でない限りは摩訶不思議な点数が出るということはありません。では具体的な理由を説明していきます。 CD の原曲と歌い方が変わっている。なぜ CD と歌い方を変えるのかというと、実際に歌手の方がおっしゃっていた理由としては、歌は生もの、その時のフィーリングで変える、レコーディング時より今の方がいい歌にできるから変える、高音がきついからライブやテレビで歌う時は変える、ライブパフォーマンスとして変える、飽きたら変える、などがあるようです。年月が経っても CD の歌い方のまま変えずにライブやテレビで歌い続けるというポリシーを持って歌われている歌手の方もいらっしゃいますが、意識的無意識的かは置いておいて、結果的に原曲とは変わっていることの方が多いです。歌の表現に正解不正解はないという大前提で、作曲家さんが作った歌のメロディーに対して多少のアレンジを加えたり、ニュアンスを入れて歌うのはありという風潮がありますが、それをカラオケで採点するとした時に、ドレミでもドミミでもドレミレでも何でも OK としてしまうと、採点の判断基準がなくなってしまうので、採点上は原曲の歌の音階を正として作られています。本人が歌ってるんだから100点でしょというのは、裏を返せば本人しか100点が出ないシステムになってしまいますので、本人も本人以外も楽しめないゲームになってしまいます。音程が微妙にずれている。音程バーが黄色になっても完璧に正しい音を出せているという意味ではありません。おおよそ OK で黄色になります。ギラギラなしでも全部黄色になることもあります。なので実際は音がこの図のように少しなら上や下にずれていても黄色にはなります。合っているか合っていないか、 100% か 0% かではなく、近似値ならば三角の点数をくれるような仕組みです。音程正確率の結果がよろしくなかった時に、音程完璧だったのに、音程全然外れてなかったのにというのもよく耳にしますが、画面上は音程バーが黄色になったところが多かったというだけで、歌う人、聞く人に絶対音感や相対音感など精度の高い音感がないとずれていること自体がわからないので、わからない方にとっては完璧に聞こえてしまっているというだけで、実際にはずれています。その曲を歌うのに必要な音域の声が出ない。歌手の方ご本人がカラオケ採点で歌う場合、若い時に出した曲を年月を経た現在歌って採点するというものが多いかと思います。声は体を使って出すものなので、年を重ねると顔や体の見た目も変わるのと同様に、喉の状態や体の状態なども変わります。年を取ると高音が出にくくなったり、声のキープ力がなくなったりするので、音程も不安定になったり外れやすくなったりします。また年齢の問題だけではなく、 CD のレコーディングでは何度も歌い直すことも補正することも可能なので、生で歌うと声が出ないとか、
本番の緊張でコントロールが効かないとか、その日の体調が優れないなどの理由もあります。リズムがずれている。基本的には溜めて歌われる方が多く、リズムが後ろにずれます。リズムがずれることにより、リズムの評価はもちろん、タイミングがずれる分、音程や安定性などにも影響が出る可能性があります。本来の音以外の音も出している。本来の音以外を出すことに関して、採点ではしゃくり、こぶし、フォール、ビブラートのみが認められています。これに属さない他の音は基本的にはミスの方面でカウントされることになります。抑揚点が低い。採点に挑戦する歌手の方の代表曲がアップテンポの場合、 100% 当てはまると言っても過言ではないです。基本的には原曲通りの感じで歌うと抑揚点は低くなります。例外的にアップテンポの J-POP で原曲通りの感じで歌って抑揚の高評価がもらえるのはアニメソングのような曲です。これらの理由のいずれか、またはいくつかが組み合わさったものが、歌手の方本人の曲で高得点が出ない時の主な理由です。今まで見てきた中では、ほとんど全部に当てはまっている方が多い印象です。例えるなら、書道と漢字テストとの違いのようなもので、書道なら行書体、草書体がかっこよくても、楷書体で正しく書くことを求められている漢字テストにそれを持ち込んだら罰になってしまいます。楷書体で書く書道なら、そのまま漢字テストに書いても丸がもらえます。歌も同じで、歌のメロディーに対してストレートに歌うタイプの歌手の方ならそのまま歌っても OK です。もう少し踏み込んで言うと、歌手の方が歌って出した80点と音程を外して出た80点とでは、求められたことができたかできないかという基準においては同じですが、行書体で書いて罰になった漢字と漢字自体を間違えて罰になったものは意味が違います。歌番組ライブで歌うのは行書体、草書体。カラオケ採点で歌うのは楷書体。基礎ができていなければ、歌なら基礎練習、字なら書き取り練習が必要という感じです。いかがでしたでしょうか。頭の中で混同していた部分が少しほどけたのではないかなと思います。この情報が一つでもお役に立ちましたら幸いです。